の新聞には DNA 鑑定についてこういった記事が書かれています。検察側が交際の鑑定を別の専門家に DNA 再鑑定を裁判所や弁護側に知らせず実施したことを不有利な結果が出た場合のみ明らかにすることだったと伺われ裁判の公正さを疑わせかねないとこういった記事が書かれています。続きまして、先ほどグラさんからもありましたけれども、読売新聞にはですね、被害女性に対して批判記事というのが書かれています。これ中身読んでいきますと、女性については第三者との事件の着件の性交渉を示唆し真摯に供述していたかという